動画編集ソフト選びで大事なのは、編集する動画に合ったソフトを選ぶことです。いやどうも、田舎でも動画編集ライフの柳です。これからね、動画編集を始めたいっていう初心者の方からよくいただく質問で、編集ソフトって今種類がたくさんありすぎてどれを選べばいいか分かんないとか、これから始めるのに適した動画編集ソフトを知りたいとか、そういったお声結構いただきます。そこで今回はですね、今始めるならこれ、おすすめ動画編集ソフト8選というテーマでお話ししていきます。大事なのはですね、どんな編集で使うのかっていうところと、ソフト自体の使いやすさですね。この2ポイントが僕的にはね、重要かなと思うので、ぜひね、最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばずに田舎で在宅フリーランスがしたい方、それから脱サラして自由なライフスタイルを実現したい方、そういった方にも来ている有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。それからね、他の動画もぜひ見ていってください。ということで、今回はですね、8選ということで、スマホで使えるソフトとパソコンで使えるソフト、それぞれ4つずつご紹介していきます。ある程度ね、こだわった編集をしたいとか、細かなところまで装飾を加えたいっていう方は、パソコンのソフトの方がいいかなと思いますので、そちらはね、そもそも基準の一つとして覚えていただけるといいかなと思います。まずスマホ用の編集ソフト4選ですね。1つ目、 VN になります。こちらはですね、完全無料で使えて、あとはテンプレートが豊富っていうところもいいところかなと思います。あとは UI が分かりやすくてね、すごく使いやすいです。それからね、僕的に結構重要だなと思うのは、商用利用可能っていうところですね。でただ注意点としては、もともと入っている BGM、 これは商用利用不可になります。だからこそ BGM を使いたい場合っていうのは、フリーサイトからダウンロードしてきて使っていただくと商用利用で使えますので、そこはね、ご注意いただければなと思います。おすすめのフリー BGM サイトについては、こちらの動画でご紹介しておりますので、ぜひね、こちらも合わせてご覧ください。でおすすめの人としては、おしゃれな Vlog 動画を作りたい人、それから自分で撮った動画を SNS にアップしたい人、そういう方にはね、非常におすすめのソフトになっておりますので、ぜひ使ってみてください。でももちろん無料なのでね、一度試してみていただけるといいんじゃないかなと思います。で続いて2つ目、 InShot になります。でこちらは無料版と有料版があるので、まずはね、無料版から試していただければいいかなと思います。でいいところとしては、テロップの自由度がかなり高いかなっていうところで、それからフォントの種類もかなり豊富ですね。であとはちょっとやり方もあるんですけど、外部フォントをダウンロードして利用可能になっております。おすすめのフリーフォントサイトは、こちらの動画でご説明しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。であとは装飾の種類が豊富っていうところとか、文字幅の調整も可能とか、細かいところも調整できるっていうところもいいところの一つかなと思います。で注意点としてはですね、 VN と同様に、ここにもともと入ってる BGM っていうのは商用利用不可なので、フリーサイトからダウンロードしてきていただいて使っていただくのが無難かなと思います。もちろんね、商用利用しないよっていう方はそのままでも全然 OK です。あとは無料版だと透かしが入ったりとかロゴが入ったりするので、そういったものが嫌だっていう方は有料版使っていただくといいかなと思いますし、有料版の場合はですね、トランジションとかエフェクトが結構増えたりするっぽいので、凝ったものを作りたい方は有料版の方がいいかなというふうに思います。で料金プランとしては、9月現在ですね、月額600円、年間プランで2200円で、買い切りで6000円になっているみたいです。3年以上使うなっていう方は、全然6000円の買い切りでいいかなと思いますし、月額600円が全然お得じゃないですね。このアプリについては買い切りの方が 100% お得なので、もしね、長く使いたいよって方は買っちゃった方がいいんじゃないかなと思います。おすすめの人としては、テロップデザインにこだわりたい人ですね。やっぱりこの辺が豊富なので、そういった方は非常におすすめかなと思います。続いて3つ目、ブロになります。でこちらは基本無料で使えて、有料版もあります。でロゴの表示がないっていうところも非常にいいポイントかなと思います。あとは動作が軽いですし、操作が簡単ですし、あとは基本的な編集は、ある程度できるかなっていうところです。カットとか編集とか、テロップ入れたりとか、 BGM 入れたりとか、そういったものは全然可能です。注意点としては、ちょっとね、細かな作業とか高度な編集っていうのはできないものになっております。ここからさらに機能を拡張したいなと思ったら、有料版を使っていただくといいんじゃないかなと思います。で料金プランとしては、月額500円、年間プランが1500円で、買い切りが4800円。まあ、このアプリもですね、年間プランとか買い切りプランの方がお得になってますので、やっぱり使うよって方はそういったプランの方がいいかなと思います。おすすめの人としては、まあ、自分のね、個人のインスタとかにおしゃれな動画アップしたいよっていう方は、ちょっとね、編集するように使っていただくといいんじゃないかなと思います。で続いて4つ目、キャップカットになります。まあ、これについても完全無料で使えます。であとはチュートリアルがね、一番多いんじゃないかなと思うので、初心者の方も非常に使いやすいかなと思います。でそれから操作もめちゃくちゃ簡単ですね。で注意点としては、めちゃくちゃ高度な編集ができるかっていうと、そんなことはないかなと思います。あとはスマホなので時間がかかるっていうのも注意点の一つですね。なのでサクッと編集して SNS にアップしたい人とかは非常におすすめかなと思います。あとキャップカットについては、 TikTok の会社です
ね、バイトダンス社が作っているようなソフトになりますので、 TikTok との相性も非常にいいソフトになっております。結構機能的にはいろいろ使えるかなと思うので、こちらもね一度無料なのでダウンロードして使ってみていただけるといいかなと思います。で続いて PC 用の編集ソフト4選をお話ししていきます。1つ目、フィモーラになります。でこちらは操作がめちゃくちゃ簡単ですし、アニメーションがおしゃれに使えますね。あとはテンプレートが豊富で、あとはねこの追加でテンプレートの購入が可能になっております。まあ、ここもね結構いいポイントかなと思います。あとはそれこそ YouTuber の方も使えますし、ある程度、ね、動画編集を仕事にされてる方も何人か使ってるようなソフトになります。でそれから動作も結構軽いかなっていう風に思います。で注意点としては、めちゃくちゃ高度な編集ができない、要はですね自分で凝ったアニメーション作りたいとか思ってもできないようになっております。あとは音声エフェクトがちょっと少ないかなっていうような印象です。でそれから一応こちら有料のものになります。お金の部分で言うと、個人プランが年額6980円、永続プランが8980円になっております。おすすめの人としては、初めて編集する人とか初心者の方ですね。それから PC スペックがあまり高くないよっていう方にはおすすめかなと思います。やっぱりね動作も軽くて比較的ね簡単に編集できるので、そういったものを求めてるよっていう方はこちらねいいんじゃないかなと思います。で続いて2つ目、ダヴィンチリゾルブになります。でこちらはですねほぼ無料で全部の機能を使えます。まあ、8割ぐらいですかね。これについては本当に映像制作の現場とかに行ってガチガチに編集されてる方とか、あとは PV、MV とか作ってる方ですね、そういった方も全部ダヴィンチリゾルブでやるっていう方はちょっと少ないのかなっていうふうに思いますけど、プロもね使うような高度な編集ソフトになっております。で動作が軽いっていうのもありますし、さっき PV とか MV で使うっていう話もしたんですけど、色調補正にねすごく優れているので、そういった用途で使われることが多いです。あとはですね、色調補正とかカットだけここでやって、別な装飾は他のソフトでするっていう風に使い分けてる方もいらっしゃるみたいです。でそれから 4K 編集とか高度な編集も可能ですし、コンピュータグラフィックスも簡単なものであれば作れるようになっております。で注意点としては、ネットでねチュートリアルとか情報はちょっと少ないのかなという風に思います。あとはアニメーションとか凝った編集をしようとすると動作が重くなるっていう風なこともありますね。なのでそこだけご注意いただいて、だからこそさっきお話ししたみたいに、カットとか色調補正だけこれでやって、エフェクトとかは別なソフトでやるっていう方がいらっしゃるみたいですね。で料金としては買い切りのみで 47,980 円の税込みになっております。クリエイティブな編集がされたい方とか色調にこだわりたい方、そういった方には非常におすすめになっておりますので、ぜひねこちらもご検討ください。注意点もう一つありましたね、他の編集ソフトと違ってノードっていう仕組みで動くものがありますので、まあ他の編集ソフト触ってきたからといって、まあ、すぐ慣れるかっていうとそんなこともないかなっていうところです。で逆にダヴィンチから入ってしまうと他の編集ソフトちょっと使いづらいかもしれないですね。続いて3つ目、ファイナルカットプロになります。でこちらは Mac 専用の買い切りソフトですね。高度な編集が可能ですし、プロも使っているようなソフトになります。あとは Mac 純正のソフトだけあって、ネットにね情報もかなり多く落ちているので、それを見ながらね学習することも可能かなと思います。ある程度動作も軽いですし、仕事で使うこともできます。プラスアルファ90日間無料でお試しもできるので、一旦ね90日試してみていただいて使えるのかどうかとか、あとは自分の作りたい動画が作れるのかっていうのを試していただくのもできるかなと思うので、ぜひね一度チャレンジしてみてください。注意点としては、操作の難易度が、まあ、若干高いかなっていうふうに思います。一番の注意ポイントとしては、あの Mac 純正のソフトなので Mac ユーザーしか使えないです。 Windows の方は使えないソフトになっているので、そこはねご注意ください。あとはちょっとね高いかなというふうにも思います。値段がですね買い切りのみの 45,000円になっております。でおすすめの人としては、動画編集をしっかり仕事にされたい方とか、高度な編集をされたい方はおすすめになっておりますので、ぜひね一度無料のトライアルでいいので使ってみてください。最後4つ目、プレミアプロになります。こちらはね僕の動画でも何回も出てきていると思いますが、非常におすすめのソフトになっております。やっぱり世界的にも知名度も高いですし、ユーザーシェアもかなり高くなっております。でもちろん高度な編集もできますし、ハリウッド映画とか日本映画とかそういった現場でも使われるようなソフトです。で僕的にはね、やっぱりアドビの他のソフトと連動できるっていうところが一番いいところかなと思っていて、プレミアプロで言えば、例えばフォトショップと連携してテロップを入れたりとか、イラストレーターと連携して図を入れたりとか、アフターエフェクトと連携してアニメーションを入れたりとか、あとアドビオーディションと連携して音補正をそっちでやったりとか、そういうふうな連携がしやすいので、他のソフトと一緒に並行して使うっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。あとは市場に出回ってる仕事っていうのが、やっぱりプレミアプロ限定の案件もあったりとか、やっぱりユーザーが多いのでデータの受け渡しとかもすごくしやすいんですね。だからこそすごくおすすめかなと思います。あとはアドビのソフトを使えるって話もしましたけど、アドビ製品なのでアドビフォントっていうものが使えるんですね。このアドビフォントがですねめちゃくちゃ優秀で、いろんなフォント入ってます。なので自分でねフォント買う必要ないので、ここも非常にいいポイントかなと思います。あとはチームで編集もできて、オンラインでね同期するようにすれば、チームのユーザーがそのプロジェクトを見て開いて編集をするっていうことも可能になっておりますので、そういった点もねいいポイントかなと思います。注意点としては、難易度が若干高いっていうのと、動作も少し重いです。動作が重いっていうのは、いろんなエフェクト重ねたりとかいろんなことできるので、逆にいろんなことやってしまうとすぐね重くなります。あとは値段的にはめちゃくちゃ高いです。基本的に月額ですと、で月額2723
円です。個人プランですね。年額だと 29,776円ですね。もうこれがずっと毎年かかってくるので、そういう意味ではめちゃくちゃ高いんじゃないかなと思います。で、一応ちょっと1ヶ月目しか使えないとか、一部のユーザー使えないとか、そういう情報もコメント欄で来てるんですけど、こちらの動画でですね、無料で使える裏技もご紹介しておりますので、ぜひね、一度こちらも見ていただいて、無料のトライアル期間使ったりとか、あとはこちらの方法を試してみて、少し無料の期間延長したりとかして、試してみていただけるといいかなと思います。でも本当にね、動画編集を仕事にしていきたい方はこれ一択です。で、あとはまあ YouTube 動画編集にも使いやすいですし、他のね、凝った編集もしやすいですし、非常に汎用性の高いソフトになっておりますので、ぜひね、一度使ってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、今始めるならこれ、おすすめ動画編集ソフト8選というテーマでお話ししてきました。今日ご紹介した内容を参考にですね、ソフトを決めていただいて、まあ、ただ最後にもお伝えしましたが、動画編集を仕事にしたい、本気で取り組みたいっていう方はプレミアプロ一択になっておりますので、まずはね、プレミアプロから始めてみていただけるといいかなと思います。で、プレミアプロの始め方っていう動画もこちらの動画でね、ご説明しておりますので、ぜひね、こちら見ながら取り組んでみてください。そしてね、本気で動画編集を仕事にしたい方に向けて、たくさんねプレゼント用意しましたので、ぜひねこちらのご案内ご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。動画編集をこれから始めたい方、それから動画編集を始めて脱サラしたい方、動画編集をすでに始めているけどなかなか続けない方、そういった方に向けてさらに有益な情報を発信するために、公式 LINE をですね、大幅にアップデートいたしました。アップデートの内容といたしましては、動画編集を始めたい方、脱サラしたい方、稼ぎたい方に向けて重大プレゼントをご用意いたしました。田舎住みでも稼げるオンライン営業のコツ、動画編集者が絶対使うべき案件管理シート、低単価で疲弊しない高単価案件獲得講座、今から僕が月収100万円目指すなら脱サラする前にするべきこと、今動画編集を始めるべき理由、商談の難度に決まるヒアリングシート、ポートフォリオに使える YouTube 動画編集のやり方、素材も配布、サムネイルの作り方解説動画、動画編集者300名聞いた動画編集おすすめ PC の選び方まとめ、これらの特典を受け取りたい方はですね、ぜひ概要欄の公式 LINE からご登録いただいて受け取っていただければなと思います。さらにですね、僕が直接無料で個別スポンサルする機会を設けました。ぜひね、そちらも興味ある方は概要欄の公式 LINE からお申し込みください。あとですね、僕が講師をしている M クレータースクラッチの詳細も公式 LINE の方からお問い合わせできます。150時間以上を超えるコンテンツ、それから講師による手厚いサポート体制ですね、あとですね、僕も含め500名以上がいるコミュニティですね、こちらを活用できる最高の環境になっております。本気で動画編集取り組みたいという方は、M クレータースカレッジね、いい環境になってますので、ご入会ね、ご検討いただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。今日の動画も参考になったよという方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとはベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。コメントやリクエストもお待ちしております。バナ今ね、深夜1時なんですよ。はい、で、なんならね、隣でね、パーティーしてます。そんなね、欲望を横目にめっちゃ頑張ってるんですよ。コメントでね、褒めてください。はい、眠いです。はい、以上です。